チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。本日は1月の、バンコクの現状をお伝えしていきたいと思います。今我々は、バンコクの、中華街ですね、ヤワラートという通りに来ています。今現在時刻朝の10時です。観光客の方の姿は、まあ、今は見受けられないんですけれども、タイ人の方の屋台とかお店が今たくさん出てて、比較的今すごい賑わっているなという印象です。今こちらのトゥクトゥクもたくさん並んでます。観光で使う乗り物っていうイメージが強いと思いますけど、結構タイ人の方は普段の生活でも移動手段としてよく使われてます。外国人の方とタイ人だと多分ちょっと値段の交渉が違ったりして、値段が安く乗れたりするのかなと。こちらも市場があるのでちょっと入ってみたいと思います。チャイナタウンで、有名な、スカラシャッピンさんにお邪魔してます。でちょっとお店の方にインタビューしてみたいと思います。でね、あとタップとね、ラン、すぐなんて言い合わせないかも。ここはコービーって言わないかも。で、コービーそれをも、ポッパーとこれはここでソニーミートピアオソニーカイ、ベンハイバーガーカイ、マイカイアン内容没有。内容没有。ここが中国的日本大根。大根。这个日本料理，买米饭。买米饭。那那那那个叫什么？豆皮。豆干。一応これでチャイナタウンは終わりにして、次はこの近くのカオさん。バックパッカーの方がよく集まって夜も結構賑やかだったカオサン通りに行って、現状を取材していきたいと思います。はい、というわけで続きましてカオサン通りに、やってきました。こちらのカオサン通りなんですけれども、コロナ後にちょっとリニューアルされて、こういった車が入れないように人歩くところとかを分けるようなポールとか、あとちょっと道も他とはまた違ってちょっと舗装されて綺麗になってるようです。というわけでちょっとまだ今お昼 10時11時ぐらいなので、もともとあんまり賑やかな時間ではないんですけれども、ちょっと歩いて様子を見てみたいと思います。
ハオさん、こういうちっちゃいホステルが、ホステルとかゲストハウスがバッパッカー用に多くありましたけど、もう今、もうお昼でもシャッターが閉まっちゃってるところが多いみたいな。というわけで、チャイナタウンに引き続き、ハオサン通りも少し歩いてみました。お昼なので、まだオープンしてないお店もあったんですけれども、もうそれとは別にもうそもそも営業していないなっていう感じのお店とか、ホテル、ゲストハウスがすごく多かったです。で今ちなみにこちらはハオサンの入り口にあったマクドナルドですけど、もう中はもぬけの殻で、入り口もブロックされてて、もうこのマクドナルドはもうどうもなくなってしまったようです。で、この後また詳しくお伝えしたいと思いますけれども、タイでは12月頃からですね、ちょっと前回の現状動画の後ぐらいから、コロナの拡大が、拡大しまして、それに伴ってまた飲食店の営業制限っていうのも出てきてますので、そのあたりも含めて、またお伝えしたいと思います。では一旦オフィスに戻ります。というわけで今オフィスに戻ってきたんですけれども、まあ今日現状を見ていただいた通り、街はそんなにこれまでと大きく変わった様子というのは今のところバンコクではありません。ただですね、こちらのグラフちょっとちょっと分かりづらいかもしれない、ちょっとこちら見ていただきますと、これ1年間なんですけれども、タイのコロナの感染者数グラフになります。でこのあたりがまあ2月3月ですね、どの国も、コロナが、増えた時期だと思うんで、コロナが始まった時期で、まあ、この時はもちろんタイも少し増えたんですけど、まだそれでも日に200人がマックスぐらいだったんですね。でそれから、まあ、タイは一応封じ込めには成功しているというふうに、なっていて、それからもう日のベースで言うと11人だ10人だ5人だ4人だっていう感染者でした。でこれもタイの市中感染ですね、タイ人同士の間で感染が広がっていってこの数字になっているということではなくて、一応この数字の中に含まれているのが外国人の方ですね。飛行機に乗って、タイに入国されて、まあ、2週間の隔離を受けることになるんですけれども、その際に空港に到着して PCR 検査したら、コロナでしたよとかっていう方が、まあ、毎日一定数いらっしゃって、いろいろだからタイ国籍ではない方の方が多かったと思います。いろいろな国の欧米の方とか他の国の方の、コロナの感染が発覚したということで、日に10人いかないぐらいの感染者が発覚していました。ただですね、前回の、我々の現状動画12月の初めの頃だったかと思います。でそれをその後ですね、本当につい最近、まだ12月の半ばまでは10人ぐらいで推移してたんですが、12月の19日ぐらいですかね、18まで34で19で576、もうグラフ見ていただくと分かるんですけども、一気にここで増えました。で、この原因は何かというと、バンコクに隣接しているサムットサコンという県があるんですけれども、これですね、まあ、一応こちらが、まあ、タイの地図になって、でバンコクの隣にサムットサコンという場所があるんですが、そこに、働きに来ていた、ミャンマー人の方、はい、外国人労働者の方ですね、ミャンマー人の方が、ミャンマー人の、その出稼ぎの労働者の中で感染が広がってしまって、まあ、その方が実際ミャンマーからコロナを持ち込んで来られたのかはちょっとよくわからないんですけれども、ここのエリアですね、この今ちょっと明るくなってるこのエリアがサムットサコン、本当バンコクのすぐ隣の県なんです。ここの、エビ市場ですね、はい、エビ市場でミャンマー人の出稼ぎ労働者の方がいっぱい働かれてて、でそこの中から、感染がちょっと出ましたという情報がニュースで流れて、そこの時はまだ本当一人二人でしたよね。ただそこから、そのエビ市場の中でももう実は感染がすごい広がってた。でそこに買い付けにエビを買い付けに来た方が帰ってまたバンコクで発症して、そこでクラスターになったりとかっていうことで、そこから一気にタイの全土に
今コロナの感染が広がっていってます。で、あとはそれとは別に、まあそれとは別ではないんですが、まあそこから派生したコロナが、今度はこっちですね、パタヤのちょっと南東部になるのかな、はい、このラヨンというところですね、この海があるところ、ここはどうも裏カジノがあったそうで、まあ、それはもう住民の方の間ではすごく有名な話だったらしいんですが、当初警察は否定してたんですが、カジノがあってそこに出入りしてた人がまたそこのコロナに感染してしまってて、そこからまたカジノのお客さんがどんどん感染したり広がったりして、結構ライオンでも今少し感染が広がってます。でも一番今広がってるのはサムットサコンです。はい、まあ、バンコク近いんですけど、案外バンコクはでもまだ感染爆発とかそういう状況ではないです。まだ日に数十人、多くて100人とかの日もあったかもしれないですけども、はい、という状況で、まあ、サムットサコーンから始まった感染が、広がっていって、タイでは、はい、今までなかった市中感染っていうのが、始まってしまってます。はい、という状況ですね。はい、だからその12月末クリスマス前ぐらいから感染が始まって、で、まあ、年末年始やっぱり人が多く動く時期だったんで、そうですね、800人になったりした日もあったし、やっぱり年末年始挟んでからもすごく高い水準でコロナの感染者数が、現在推移しているという状況です。でロックダウンというふうには言われてないですけれども、人の移動もある程度制限されてますし、日本のように飲食店も営業時間が9時までですね。で、アルコール酒類の提供は禁止で、一部の施設は閉鎖というふうになってます。はい、まあ、軽いロックダウンみたいな形になってて、タイも依然として、コロナ禍で、まあ、非常に厳しい状況にあるということになります。はい、というわけで、本日は1月のバンコクの現状を、コロナの状況を踏まえて、お伝えさせていただきました。また来月からも引き続き、バンコクの現状を配信していきたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録と、この動画へ、高評価よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。